こんにちは。二階堂ふみです。今日は私のバッグの中身を紹介します。バッグは、編み物堀之内さんで買ったクラウスのみのトートバッグです。ちょっとうち動物がいっぱいあるので常に毛が至るところについてるんですけど、トートバッグがすごく好きで、はい、いつも最近はずっとこれを使ってます。あ、そう、クラウスのみの大ファンです。よいしょ。まずはポーチ、これが私のポーチですね。これはおばあちゃんからのお下がりで、沖縄に住む祖母なんですけど、おばあちゃんが昔使ってたもので、で実は今着てるこのシャツもおばあちゃんからのお下がりです。おばあちゃんが70年代とかに買ったシャツみたいで、すごいぴったりだったのでもらいました。ポーチの中身はですね、柘植節です。髪の毛が綺麗になるらしい柘植節です。柘植節と鏡、これもだいぶ使ってます。10年ぐらい使ってますね。昔舞台やった時にファンの子がお手紙に入れてくださいました。とあと、そう、これがおすすめで、洗えるティッシュ、ロストティッシュってやつなんですけど、ここから取ってなんかこう拭いたりして、でまたこう使い終わった後はこの中にこう入れられるようになってて、でお家帰ったら出して洗ってまた畳んで入れたら使えるというものですね。おすすめです。はい、とこれはビュリーのマッチです。すごいいい香りで気に入ってます。なんか割と、あ、ちょっとなんかこう気分を変えたいかもっていう時とかにシュッとやったりとか、それで言うとこれも青磁のアロマの調合されたもので、お友達がくださいました。なんかちょっとこう仕事の時とか、初めて来た場所とか、あと人が多い時とかに周りにシュッシュッシュッってやってリフレッシュできるものです。こういう香りのものは好きですね。あとこれは口紅ケースです。友達が旅行に行った際に買ってきてくれました。中は口紅が入ってて、ここに鏡になってます。とこれがイヤポッツ。ちょっと中は汚れてるのであんまり見せれないんですけど、いつも移動の時とか、あとちょっとこう一人で落ち着きたいなっていう時とかに、お散歩の時とかも結構音楽聴いてます。音楽は最近だとなんかノガエレズがすごい好きで聴いたりしてますね。あとなんだろう、あとはなんかすごいクラシック100選みたいなものとかも最近ハマってて、それで心をなんかちょっと落ち着かせたりとか、なんかそういういろんなプレイリストを自分で作って聴いたりしてます。はフィルムですね。フィルムと、あ、ここに入ってたトロスコート、なんかマネージャーさんにも持ってもらってるんですけど、仕事の時とか結構喉を喉がこうちょっと痛いなっていう時とか、声が枯れてきたなっていう時とかに飲んだりしてます。そう、私は本当にバッグの中がめちゃくちゃになりやすいので、
こういうポーチにもう全部ぶわって入れてます。これが私のポーチの中身。こんな感じでいいのかな。イヤポーツ、これが携帯ですね。私のポロちゃんです。去年1年半ずっと介護をしてた、もう私の一番最初に出会った縁があって、一緒に住み始めた動物で、本当にすごくいろんなことを教えてもらって、で自分がそういうこうアニマルライツとかそういうのにこう目覚めたきっかけになった子でもあったので、こうやって待ち受けにしてます。かわいい。で、お財布はこれです。こう、これは京都のチンギレ屋さんっていう古い布を使って、こういうガマ口とかもうちょっと大きいバッグとかも作ったりされてるお店があるんですけど、これもかなり古い生地で作られてて、大好きな大間さんの柄なんですけど、すごく可愛いなと思って、なんかプライベートとかで持つバッグが結構小さいので、大きい財布だと入れ替えたりするのが大変で、まあこういうちっちゃいお財布の方が好みです。これはマイバッグ。これは徹子の部屋に出させていただいた時に、黒柳徹子さんがお手紙と一緒にくださいました。ちょうどその収録の前日が国際女性デーで、ミモッツァのお花をお渡ししたら、このお返しをくださって、お手紙も大事にしまってあります。すごいマイバッグは必ず入ってます。忘れないようにはしてます。よいしょ、マイバッグ、かわいい徹子さんと、そう、これがマイボトルです。これよりも、ちっちゃい 500ml のやつも持ってるんですけど、毎日お水を結構飲むので、必ず大きいのとちっちゃいのとで入れて、こうあまりこう外とかで給水ポイントがない時とかはこういう大きいものを持ち歩いてて、でこれはすごく飲み終わった後軽いので、中は、レモングラスの、お友達からいただいたレモングラスを入れてます。これなんかリビングで飲んでたら、うちの猫がかじったりとかしてかじった跡とかが結構あるんですけど、まあ使えるのでまだ使ってます。で、結構体を冷やすのが苦手なので、これは玄米と米ぬかでできたカイロですね。レンジでチンして繰り返し使えるやつです。お腹とか、あとちっちゃいやつはこう肩とか首とか、あと目の上とかに乗せられるので、家でも毎日使ってます。家ではなんかもっと大きいものだったりするんですけど、外にはだいたいこれを持っていきますね。温めるグッズだったら、この人はこれもう撮影の時とかによく使ってて、W&FW さん、三上さんっていうスタイリストさんがやってらっしゃる靴下のブランドなんですけど、これ重ね履きの靴下で、1枚目がこの5本指で、2枚目にこれを履いて、で3枚目にこれを履きます。跡がつきにくいので緩くて、撮影の時とかいいです。あとお家にいる時とか、あと気持ちいいです、すごく。これから寒くなってくる頃なので使ってます。で、これが私がいつもバッグに入れてるカメラです。ナチュラクラシカ、これ17歳の時から使ってて、ここのクラシカを、でもう1台目が壊れちゃったので、2台目も迎え探して買いました。フィルムのカメラです。なんか
お散歩してる時とか撮ったりとか、お友達を撮ったりとかしてます。あとこれすごいおすすめで、ヨークっていうあのソーラー充電器なんですけど、ここに太陽光を当ててこうつないで充電ができるっていうので、携帯一つ充電するのにこんなにエネルギーを必要としてるんだなっていうのが分かるものなので、こう晴れてる日とかはここにつないでやったり、お家とかでも日当たりがいいところに置いてこう充電したりとか使ってます。なんかぶら下げたりとかもできるから、うん、これからコロナが落ち着いてお外とかに遊びに行けるようになったら、ぜひみんな使ってください。あとは、今読んでる本です。養老孟司先生の AI の壁っていう本を今読んでて、もう養老先生の本は好きで何冊も読んでるんですけど、なんだろうな、 AI ってこれからどうなっていくんだろうとか、なんか漠然とした疑問が結構これを読んでると、あなるほどなって思ったり、それこそそういうデジタル化していく社会で自分がどういうふうにそういうものとこうコミットしていきながら、自分の中でのそのちょうどいいこう距離感を保とうかなってちょうど思ってる時だったので、すごく読んでて勉強になる本です。まだちょっと途中なので、全部読み終わったらまたちょっと感想言えたらいいなと思ってます。 AI の壁、はい、とあとこれが iPad です。 iPad は、台本とか、あとなるべくこうペーパーレスがいいなと思ってて、こう書き物をする時とかに使ったりしてて、ペンシルも使いやすいですし、これもなんかうちの猫にやられたんですよなんか猫結構ボロボロにもうなりやすいです、本当にうちで使ってると。あ、そう、これはお友達の仲良くしているスタイリストさんの娘ちゃんからもらったお手紙を挟んでます。ふみさんへ嬉しかったので、こんな感じですかね、私のお仕事の時のバッグの中身は。この間27歳になって、さっき、このコロちゃんが亡くなって、でなんかこう一周忌も合わせて、なんかこうお守りになるようなものが一個なんか欲しいなと思ってて、でちょうどこういろいろどうしようかなと思ってたら、なんかシャネルのココクラッシュをコロちゃんの毛の色にすごい似てて、もちろんそれだけじゃすごいこう贅沢品なんですけど、シャネルさんのすごいこうジュエリーとかは、労働環境とかそういったこう資源とかもすごくこう気にされて、こういうジュエリーとかも作っていらっしゃるっていうふうにお聞きしたので、一つ大人の階段というか、今までそういうもの一個も持ってなかったんですけど、まあ、あるとちょっと心強いかなっていうのと、いつでもなんかこうコロちゃんと一緒になんか入れる感じがするなっていうのと、なんかいろいろ自分の気持ちが重なったので一つ、はい、手に入れました。どうですかねまだちょっとこれが似合う大人の女性になりたいですね以上が私のバッグの中身でした。皆さん見てくださってありがとうございました。バイバーイ。